N 党、立花党首、ガーシー議員の電撃帰国はゼロではない、党首をも出し抜く帰国に期待、私すらも騙して、NHK 党、立花孝党首が7日、大阪府庁で、自らがプロデュースする政治団体、政治家女子48党から大阪府知事選に立候補する佐藤沙やか氏の記者会見に同席。 8日の参院本会議を欠席することが決定的となった NHK 党、ガーシー参院議員、本名、東谷義和について、ひょっとしたら帰国する可能性もゼロではないと思っている、と、電撃帰国のシナリオについて言及した。トルコに滞在中のガーシー氏は8日午前10時からの参院本会議で陳謝が予定されていたが、 本会議出席に合わせ帰国しないことを関係者に報告立花氏によるとガーシー氏は7日午後3時の時点で秘書を通じて本会議には出席できない旨を説明した動画を参院事務局に届け出たが文書ではないという理由から受け取りを拒否されたという 一時は決意を固めた帰国を見送った理由について、立花氏は警察の C、C 的な捜査が行われている警察の動きをしっかりと確認してからと説明、本会議を欠席することで可能性が浮上する除名処分よりも、拘束されることで自身の発信を止められることを避けたいというガーシー氏の思いを明かし、 立花氏も、そこの気持ちはわかると理解を示した。また、ガーシー氏は仮に除名になったとしても、次の選挙には出馬したいと話しているという。帰国しないことがほぼ決定的となった一方で、立花氏は、ひょっとしたら帰国する可能性も私はゼロではないと思っていると、投資をも出し抜く、電撃帰国の可能性にも言及。 5日の夕方頃かららあえてて連絡を取ってい,ない,といいいなと要すするに、私すらも騙し、てくれと、と話した。8日午後5時から開く予定の会見では、ガーシー氏が帰ってきた場合も、帰ってこなかった場合も、どちらも想定している、都市、党の対応など、今後のことについては、会見でということにさせていただければ、と語るにとどめた。 政党とししてての体を成いいない何よりこういう政党に投票する者が一定数おり当選もできてしまうほど国会議員の定数が多いことが問題歳費と政治活動による税の無駄を削減し陰謀論者やカルトな集団が国会議員を生み出さないようにする意味でも。 国会議員の義務の明確化、歳費の実費化、国会議員活動の透明性向上にための活動報告の義務化と公営サイトでの公開義務化、そして国会議員の定数を半分まで減らした方がいいと思う、所属議員の管理もできない党首ってなんなんだ、ガーシーも立花も国会を自身の宣伝活動のバグラにしか思っていないんじゃないかと思う。 これはガーシーの除名や歳費返納だけで済ませてはいけない N 党にもしかるべきペナルティは必要だと思う国会議員法を無視して何でもあり票を得るためだけに起用した立花党首の NHK 党全く国民のために働かない議員を擁護する姿勢各地の地方議員を当選する可能性がないのに 票集めのために地方議員を辞めて選挙に出るのを要求したのがバレていますが、こんな人を国会議員にした選挙制度は見直すべき。良い年した大人ともが、しかも政治に携わる人たちが、こんな帰る、帰らない、謝る、謝らないと、過酷にとって何も良いことをしてないどころか政治と国民の信頼を滞らせまくっていることに心底腹が立つ。 この件に関して委員会も立ち上げられたし、彼が議員になってからのマイナスをどうやって埋めるかってことと話しか出てない。謝るっていうけど、謝罪文を読み上げるだけで彼自身が心からの反省なんてしてるなんて思っている人なんているのだろうか。 彼にとって議員は思いもよらぬ暴露についてきた副産物で、別に外国でお金が手に入って生活できたら、議員と楽しい生活と天秤にかけることなんて愚問だと思う。この党首にしろ、党の本人にしろ、彼に入れ知恵した人たちに本当に呆れる。 彼らは大体いい50超えた人たちだと思うけど、日本の政治と国民を愚弄し続けた諸行にはしっかりとそれ相応の償いをしてほしい。普通なら、離党勧告か党籍剥奪の処分をする案件だろうけど、N 党の内規はどうなっているのだろうか。党内の情報共有とか党内統制とか、政党として全く成立していない感じがする。 このような政党へは交付金の支出は止めるべきだろうと思うあなたはガーシーのこと正しく理解し見抜いてないと思いますよ今回帰国せず除名になったとて痛くもかゆくもないんですよねあなたが担ぎ上げて一人の人の人生変えてしまったことやあなたの発言を信じて一票投じた人へ ちゃんととと責任取るののも党首としての役割では橘とガーシーの茶番ですねガーシーシは除名確定だろうが、立花はどうなるのか、一貫してガーシーを擁護してきた事実は消えない。警察の恣意的な捜査といっても、ガーシーが法に触れるような言動、行動をしているから警察が調べているに過ぎない。 よって警察がガーシーのことを調べているのは立花とは何の関係もないむしろ立花がガーシーの逮捕疑惑のある件に関わっていたら立花も共犯となる明日記者会見するらしいがこの点も立花には政治家としてしっかりと語ってもらいたい立花党首もコントロールできてないんでしょ情報ないんだからもうダメじゃん政党としてさ NHK 問題は改善してほしいがこの党に NHK 改革できるとも思えない帰国しない理由が政治犯として捕まる党ではなく自らが言った詐欺誹謗中で犯罪が疑われる行為によって警察の動向が気になるので帰国しないのだから自ら罪を犯した認識があるのだろうし 立花氏は土壇場で帰国するかもと言っているようですが、日本の国会議員がこそこそ何を企んでいるのか、自分の保身ばかり考えて東谷氏に投票した多くの有権者のことなど考えていないと思います。この1件のすべての攻めを党首が負うということなのでしょうか、通常の組織であればそうなるのではないでしょうか。法から逃れ。 組織のルールを無視する者は守る人がいないと生きていくことは難しいのではないでしょうか党首が党の存亡をかけて彼を守る信念があるのでしょうか歴代これだけ無責任で身勝手な党員と党首は見たことも聞いたこともないガーシを公認容認擁護している NHK 党首立花氏の責任はさらに重い 立花氏もこれだけ無責任な対応に終始したわけだから同罪以上の責任を負うのが党首 NHK 党の役割はすでに終わっている早く解散してほしい立花党首は政治に関わってはいけない自分なのではガーシー議員だけでなくユタボン父やヘズマ流等悪名だけの人物を過去にも立候補させてますからね 今回のガーシー議員の件を踏まえて一人一人が自分たちのため日本のためシシ孫ンの未来のために惜しみなく努力してくれる方かどうかをしっかり見極めて選んでいかなければと思います二度とガーシー議員のような人を選んではいけないと思います残念な話だ何よりも未だ議員会館事務室を利用してること自体おかしい 一体誰が使用してるのか、また公設秘書ならびに政策秘書は無駄だ。やめるやめさせない議論よりも議員会館事務室ならびに税金の秘書問題をきちんとさせるべきだ。無駄しか言えないなんか、政党がメディア利用してるから考えられない。 国民の最高決議機関の国会の権威を冒涜しなお誰も手出しができない仕組みにしたのは他ならない国会議員だそれ以上の上位監督機関がなく報酬額含め全員でやりたい放題のルールを構築した無法地帯だ民間企業なら周囲に与える悪影響を考慮して間違いなく即刻懲戒解雇だ